はい、9秒。やべ、胸元が。5、4。大丈夫だ、誰も見ません。じゃあ開けてみる。あっ、笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでインターネットか。いや、違いますよ。ホエティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だぶいてみようやど。あやっさ、あや、あ、わかった。どうぞ、ドキドキよ。せーの、どれ。なに今の。みんなあった、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ。はい、9月一発目のフリムーンラジオ始まりますよ。はい、はい、皆さんこんばんは、イケペイです。はい、ホワイティ西原です。して、はい、ミキサーのエコザイルです。そして準レギュラー金子麻耶です。よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。イエーイ、3回目ですね、初っ端に2つお知らせがありまして、はい、帽子メガネは遅れます。チェリー君。それとですね、皆様毎週お楽しみいただいている、名古屋とのトークなんですけど、はい、あのね、台風21号の、うん、被害で、うん、はい、ダンサーズさんは日本海側へ飛ばされ、みそにさんは地中に埋まっています。うわ、いや、まあ、ちょっとした機材のトラブルで、ね、あの今週、あ、来週どうですかね。来週は大丈夫じゃないですか ね、 ね、はい、早めの復旧、復旧ね、というわけなので、うん、今日はテーマとユンタクをちょっと多めにですかね、はい、やっていきましょうね。ですね、はい、どうする。あ、ダール、オープニング当番、うん、ナルトラがちょっと遅れるので、うん、すっ飛ばして、ローテーションで言えばエコさんですね。あ、オッケー。じゃあ短めに行こうね。ね、昨日だったかな、ちょっとムカつくことがあって、ほうほう、タバコ、はいはい、本当にポイ捨てやめてください。あ、しかも料金所でやられてるからね。高速の、高速の料金所出口で、ありえん。俺の前に止まってる車がね、 おじちゃんやりよったから、助手席、運転席、運転席、あっと思って、ちょっと止まってるからいいことに、おじさん落ちたよって俺返してあげたけど、ナイス、罰悪そうにしてたけど、常識ないことやらないでください。罰悪そうにする分にはまだ救えますけどね。逆ギレしたりする人いますからね。いるんですか。いるいるいるよ。ということで、本当にこれ見てても気分悪いし、やる方もね、これは何気なくやってるのかなと思って、もう癖なってんの、癖なのかな、昔から。だいぶね、よくはなってきてますけど、自分が子供の頃ってね、まだまだ何でも投げてたよ。車からポッポッポッ、そうそう、空き缶から何から、うん、平気で。今綺麗になってる方ですか。今はまたもだいぶ改善はされてるけど、もう本当にこれ聞いてる人たちで覚えある人は、ね、次から気をつけてください。ちょっと伝えした人はね、うん、はい、ということで以上です。はい、フリムーンラジオからのお願いでした。はい、はい、さあ今夜も行きましょうか。はい、というわけでオープニング後の今週のメッセージは、はい、オリンピック。はい、東京オリンピックもあと2年、2年後で、2年で、今週だったかね、うん、東京オリンピック以前にやった時、1950何年前かな、うん、やった時に沖縄から最初聖火が灯ったということで、うん、それが今週の何日かに当たるということで、うん、このテーマに決めたと。あ、はい、それで思い出したんですけど、僕なんかやんばるのじいちゃんばあちゃんのとこに、うん、聖火であるんですよ。すごい、すごい、すげえ。思いのほかしょぼい。え、東京オリンピック決まったっつって、うん、観光客の人とか、まあ、地元沖縄の人でも、うん、どうせなら聖火台見に行こうっていうことで調べて、ちょいちょい増えたんですよ、うん、でたまたま畑の手伝いでそこにいるときに聞かれるんですよ、道歩いて。
あ、じゃあ案内しましょうねって連れて行ってこれですって言ったらみんな一斉にえっていう、それぐらいしょぼいと、で俺ねっていう、ね、すごいね、はいはい、はい、ちなみにハイバビキはロでございます。もういよいよね最終的に向けてのラ行もロですよ、ロです、ね、ロ名詞はもう禁止です早いなはい、そうですね、そうですね、今週は名古屋支部からなしというわけで、そう、マヨを迎えての楽しいひとときもございます。そんなフリムンラジオ、メールアドレスはmoon@fmgino1.com moon@fmgino1.com、 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているのでたくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもーれ、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。うちツイッターってやってるんですか？FM ギノワンが、うん、FM ギノワンがやってますよ。やってる、そうすです、うん、はい、もう3年やってますけどおーい、びっくりした。いやいや、ツイッターって拾ったことないんじゃないですかなと。あ、いや、まあ、確かに、うん、私もモーニング8で言うけど、うん、見たことない、うん、一応まあそうそうそう、ツイッターのアカウントあればこのツイキャスも見れるということで、うん、あ、確かに、なるほど、はい、こっちがないと見れないからほぼツイキャスでやり取りしてるからね、ツイッターね一応ね、一応そう、一応やってるよっていう、一応ツイキャスがメインだねケペが初めて気づいた瞬間でしたはい、よかったね、まあ、読んだ行きましょう、はい、ね、じゃあコマーシャル行こうか、はい、うん、もみの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ、おい、はい、CM の間中はアホみたいな話しかしてませんこれ絶対ツイキャス流せないないい大人がね、カラッカラの会話してた、ね、スカスカのミュージックシャワーの CM 明けのみたいなはいはいはい、はい、全くになってるさ無駄なバカ笑いとかしてるからそう、CM 明けてカフ入れてたらミュージックシャワーバカ笑い聞こえるからね。そうそう、あ、そうなんだ。リンタロウとは言わんけど、聞いたことあります。リンタロウとは言わんけどよおっと、ツイキャスでソラシドおばさんが音割れってなってますけど、おお、聞いてる方々には今音割れ、音割れしてるのかな、ね、ああツイキャスの音がもしかしすると、はい、あ、どんな、まあ、ちょっとあやぎ声出してみえ、な、なにうわうおじゃないよ、あれうおあれ変えたの、うえ、変えこんなって言ったら、ほら変えるもんこれ、勘違いする、変えるもんか、やめて、多分今大丈夫だと思う。ケペイさんは知らない、まだ割れてる、ね、タッチョンさんが割れてる、もういいよこういう話スパッと終われ引っ張んなや、そこがマヨだよ、ごめんなさい大丈夫かな、タッチョンさんも割れてるって載せてくれてますね。今もですか、でもマイク今度入らなくなった気がするんですけど、エコさん、マイクが今入ってない気がする。どんな、私だけ、あ、あ、わかりません。あ、入ってるよ。あ、本当ですか。うん、前の声聞こえる。耳当ての問題じゃない、耳当て、いや、何
これ原因がさ、うん、いつも以上にガーッと引っ張ってあるから今ちょっと絞った。あ、治った。今大丈夫、ツイキャス大丈夫、聞こえてるよってドギーさん。じゃあ前ちょっとあえぐを出してみ、うん、うおーって言ったね。どこやった前に進まないよ今日進めてもらっていいですかね。やめよオリンピックで来てますか。はい、来てます。うん、おい、なんすか。うん、うん、ちょっと待って、ちょ、はいよ、はいよ、はい、行きます。ハイタイフリムの皆さん、こんばんは。大谷翔平のホームランって大体がセンター寄りだよね。アレックス、ありがとう無駄な力が入ってないんだろうね、アレックス。オリンピックはあまりリアルタイムでは見ませんが好きです。筋肉見るのが好きだし、ストレッチしてるのを見て私も真似します。一流のストレッチってやっぱり痛いのよね、効くわね。あとはナルトラさんへのあのおねだりです。あ、なるほど。じゃあこれはこれ後ほど。ほんとアレックスさんはナルトラ好きっすね。うん、ね、チューすればいいのにね、ほんとだよね。ね、ねえ、まあね、うん、はい今日前が猫かぶってるんで、どうにかも放送時間中に出してやろうと俺はもういじくりますよ、ね、何かをしようとしてる ね、はい、はい、こんばんは。ラジオネーム富山のたっちょんです。ありがとうございます。昔村民運動会でわら縫い競争に5年連続優勝したうちの母、殿堂入りしたくらいの腕前。わら縫い競争、わら縫い競争、わら、わらをこうこう縫う。あ、寄るやつですか。多分あれじゃない、縫っちゃうんじゃない。で、今度のオリンピックわら縫い競争やるなら私日本代表間違いないわ、やらないかしらと意気揚々と言っていましたそれ外で言わないで、笑われるからと言った僕だけど平気でラジオには投稿。皆さん、日本代表になれるって自慢できる珍種目ありますか。ところで月末に、沖縄に行くんですが、スタジオ観覧みたいなのはできるんですか、教えてください。できます。できますよ。8600円になってます。あら、有料したんだ。有料したんだ。その前に何の600円はどっから出てきたあのリアルじゃないですか、うん、ね、すごいね。なんかあるある、これ、なんかこれなら日本代表になれるよ。僕はラジオ投稿ですかね。お、同時に3曲送りますからね、調子いいと。すげえ。前は、え、前はあれじゃない、んツインテールじゃない あれ確かに慣れるな。ツインテールの何を競うんですか、高さ。あの角度とか角度、跳ね具合とか。あ、でも今回マジで4日間ぐらい角度とかプロテクりました。喋りがテクってないプロ、プロ、プロ。お前どうした、ステージ舞台終われて思えないぐらいの神々ぐらい。いや本当に、うん、あのツインテール、絶対ツインテールなんかしたことなかったんですけど。あ、そうなの、はい、初です。え、その割に似合ってたけどな。よかったさ、似合ってたから。ありがとうございます、ね、またお願いしますまたお願いしますすごかったですよ ね日曜日モグロ福蔵がツインテールしてた。やめて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 ブスだね。たとえブスくないよモグロ福蔵、何もブスくないよもういいよ、分かった、終わろう出た、人の番組来て自分で流すっていういいね、はい、エコさんは何かある、日本代表になれるやつ。 どんなかな、うん、ない。あ、ちょっといたずらは大丈夫かもしれん。いたずら、いたずらするってことですか。裏方好きだからちょっとしたいろんなもの仕掛けたりとか。ああ、うまそうですね。そういうのは得意かもしれん。あら、いろんなのいじったり。あら、ちょっとねはい、うとなんかこれエコさん、これ先週のあれかな、はい、あ、そうそう、先週のが一見の時来てるわけさ。似てるっていうね、うん、ちょっと先週のなんですけど、いいですかね、ラジオネームビンゴスさん、はい、ね、お疲れ様です。皆さんこんばんは。僕が似てると今思ったのは、先日この番組がある曲の番組を乗っ取ったみたいですが、あちらの曲とこちらの曲の名前似てませんか。初見では間違いなく見分けつかないでしょう。似てるのは名前だけという方もいますけど、番組も似てる番組はあまりないですからね。でも間違えてくる方はいるそうです。似てるようで似てないもの同士のクロスオーバー企画もいいものですね。うん、うん、何これ、うん、よくわかんない、うん、俺も、うん、
分からんから流しましょう、すいませんね。ね、でも今週でよかったね、このメール ね、 ね、うん、先週だったら悩んだね。はい、じゃあちょっといつ行っていいですか。はい、どうぞお願いします。はい、フリムメンバーの皆さんこんばんは、と。埼玉のはちみつ一家です。はい、こんばんは。はい、テーマのオリンピックね、うん、ハラハラドキドキで見れません、うん、ね、で特にメダル確実と言われる選手の競技ほど見れません。あ、なるほど。でその時のリアルの興奮は別にいらないですねって。うん、一応スポーツニュースの結果やリプレイで十分です。あ、なるほど。であとコメンテーターが、うん、感動と勇気をありがとうっていう時がありますが、自分ははって思ってしまいます。なんで、わからん。演劇や舞台なら、うん、感動ありがとうはわかります。しかしオリンピックは個人や団体が記録やメダルを狙ってる世界なんで、うん、ダメですかって。iPhone からポチッと送信。いや全然ダメじゃない。もう、うん、ダメじゃない。それぞれの考えが、考え方あるから、はい、ね、ね、ただ確かにね、うん、でもなんかそういうの見たら苦手な人いるし、あ、本当なんかこの頑張ってきた背景を、うん、考えながら見るので、うん、そしたらやっぱ自分になんか置き換えられる部分とか、はいはいはい、あって、感動ありがとうって思います、私も、うん、大体は。まあまあそれぞれだから、まあ、人それぞれだからね。はちみつ一家さんの場合はリプレイで十分って。あの、はい、あ、でも確かに。そういうの見るの本当にダメな人いるさ。あ、そうなんですか。そうそうそう、すごいあの興奮しすぎて倒れる人もいる、テレビとかでも。あ、そうなんだ。逆にさ、そういう人にも見せるなって、高校野球なんかでも見せるなって思わなかった。もうハイライトだけで十分って言って、テレビはちょっと消してる人もいる。へえ、そうです。本当にそうなんだ。違うんですね、みんな感じ方、捉え方が ね、 そうね、人それぞれだね。怖いよ、ヒートアップしてテレビ壊す人もたまにいるからね。やめて、もう超怖い、超怖い、超怖い。たまにいるよ。やめて、もう超怖い、ダメ。ね、あれ、そういえば姉さんは、姉さんもうそろそろもう来てるのかしら。今日なんか、ま、前を一か むくって。あ、むくって、一か、うわ、え、姉さんもですか、うん、うわ怖いな。姉さん今日やる気になってる。やだー、超久しぶりに会うんですけど。マヨが今日、ね、猫かぶってるから、その、ね、あ、猫の皮を剥がすっていう。あ、今日めちゃくちゃ久しぶりに会うんですよ多分私、うん、だからちょっと怖い。トイレ行ってていいですか。いや、その間大丈夫。逃げてていいですか。大丈夫、逃がさんように今 CM 入れるから。前から大丈夫だよ。はい、行きます。はい、はい、はい、こんばんは、うん、今この時間、うん、スタジオにいる女性陣の中で一番巨乳のハエバル姉さんです。おー、今日はなんか姉さんもう二人には申し訳ないけど、負けてる。もうこういうのは持って生まれたものだ。あ、本当だ。ごめんね。すごいいい感じ。色もすごいんだから。怖いわ、色って。姉さん今日ハエバ引きロなんだけど。ロ、うん、今日も来てんの、ひまじんちゃんたちが。来てる来てる来てるわよ。じゃあ行っちゃうわね。行っちゃって、うん、埼玉のはちみつ一家です。はい、ロ中。はいはいはい、うんうん、これね、日本人がやってはいけません、うん、あれはね、うん、外国人がやるから絵になるんであって、うん、路上でチューは日本人は
見にくい。あら、なかなか厳しい。あ、だそうじゃない？もともと中なんて日本になかったんだから。あ、そうなんだ。そうよ。そうなの？そうよ。接吻とはまた違うの？違うんだ、違うんだ。あれはもうね、戦後入ってきた文化だから、戦後入ってきた。そうなのね。わかりました。だから皆さん、わかるでしょ？あなたもあなたもあなたも美男美女じゃないのよ。そんな人がね、路中なんかしたらね、わいせつ物陳列罪ですから。あー、そうなんだ。わきまえてね、はい、気をつけましょう皆さん。はい、フリムンナゴチリスナーの皆さん、あ、姉さんこんばんは。穴持ちのノリです。はじめまして。ローションプレイ、はいはいはい、はい、あれね、楽しすぎて長時間やるとすぐカピカピになっちゃうよ。姉さん気をつけて。姉さん、姉さん足して足して。姉さん、姉さん大丈夫？まあよね。あ、そうなの。マヨもご存知？何勉強？ないんだって。勉強、勉強してます今、聞いてる。マヨないんだって。はい、まだないですね。まだって言ったわ、はい、今。よかった。まだ、はい、ないです、経験。よかった。可能性は無限大ね。本当ね、よかったわ。フリムーンの皆さん、こんばんは。四国徳島のラジオネーム、バーモントです。ロープ。続くわね。はいはい、絡めてくるわね、なんかね。ちょっとでもさ、あれどうなの？本当に気持ちいいの？わかんない。ね、あれは段記録だっけ？まあどんなのあれ気持ちいいの？ロープ。ロープ。気持ちよくないんだそうです。ちょっと待って、ね。ローションもしてません。はい、ロープは気持ちよくない。みんな帳面にメモメモ。そうね、メモメモして。まだある？来てるわ。スナックふれあいです。怖いわ。ロンドンブーツ、はいはいはい、誰が1号で誰が2号なの？あ、なるほど。これに絡めたのがね、ふれあいさんが、これ何ですか？必ずロンドンですか？南極2号ブーツはダメですか？と話が違ってくるわ。そうなのよ。南極2号だと、足入れるところは大の字じゃない？南極2号。あ、なるほど。足だった。ほら、ブーツでしょ。南極ブーツ2号ってないの？っていう質問でしょ。あ、なるほどね。だってあれ、あの形わかるでしょ、白子ちゃん。南極2号、はい、あ、そうね。こうよ。そう、あ、姉さんこれラジオだから一応。あ、足入んないから。こうよってマイクの前でやっちゃダメだと思う。はい、ごめんなさい。はい、じゃあ来てるわよ。ラジオネーム鶴ヶ島のカズニーから来てるわ。はい、6ヶ月カズニーサービスよ。行くわよ。ガネコ引き。待ってよ、6ヶ月。そんなのさ、さっき CM 中言ってたわけ。あのね、もうあなたこれ何回もやってるからね。だから聞いてたんですか、さっき外で。うっさい、早く6ヶ月。6ヶ月。待って、助けて。だいぶ何言ってんのかな。ひろこちゃん、この子バカじゃないの？だいぶね、だいぶ丸い。まさにだいぶだわ。だいぶ丸い。だいぶどうしたのかしら。だいぶなことになってきたわ。それこっちのセリフよくわかんないっていうのは。はい、だいぶだいぶ。皆様ごめんなさいね。ごめんなさい。この子ね、幼少期ね、ちょっとね、隔離病棟にいたから。あー、そうね。なかなかね。ラジオネームビンゴ。はい。ローカル枠。ローカル枠、沖縄強いわよ。まさにこれよね。なるほど。普通素人が喋んないわよ。まさにそれね。姉さん、今週なるびき来てるんだけど。お、誰が？なるびき来てるんだけど、いいかしら。今着きました。あ、ちょ、なるさん来たんでいいかしら。私ずっと無視しようと思ってたけど。なるびきもうすいません、もう遅くなりました。ナルドラです、よろしくお願いします。遅刻した上に私のこのコーナーで泥を塗ったら許さないわよ。心してなるびけ。じゃあ、なんか毎回成功してるみたいに聞こえますけどね。そうすると。じゃあナルドラ行くわよ。行きますね。はい、お願いします。進撃のめいちゃん。今日も怖い、なるびきお願いします。露出。僕の趣味です。ロマーシア。僕の趣味です。姉さん、判定どうぞ。いや、もう聞く気もしない。あらららら、私今、ハニャシンで大人やっちゃったから。あら、ハニャシンライフワークの。あらららら、
ららもう私は見限ってるからイエスじゃあ姉さん、ツイキャスの方いいかしら。いいわよ。沖縄にワンチュールさんから6でなし。あ、5でもない、7でもない、うんうん。ソラシドバさん、ロリコン。これね、ちょっとこれ難しい問題なのよ。あ、そうなの。うん、サクッといっちゃうのか、姉さん。年齢なのか、見た目なのかにもよるから。あ、私からしたら、だってまゆちゃんもロリよ、うん。だって20代越してツインテールする人っていると思う。あれは、あれは見に来てくれたんですか。あれ、いや、え、うん、あれはほら、役作りです。あやま姉さんちょっとね、あれ絶対マニアがね、ハーハーしてたと思う、うん、あ嘘、インスタ見てくれてるかも。調子乗らないであなた、ガネコ引きもまともにできないちょっとわきまえて次、ビンタよすいません、はい、以上です、姉さん。いい、もう、うん、じゃあ最後に、あのコーナー行っちゃうわよ。あ、ちょっとね、まゆちゃんがいない間にリニューアルしたから。うん、いい、じゃあエコーお願いね、はい、いいかしら。好きなプレイは。え、なんてこっちを見たんですか一瞬早く、時間がないのノーマル、ノーマル、ノーマル、ノーマル。ほんとバカはい、改めまして、うん、すいません、ちょっと今日は間違えて シティなんとかに間違えて行ってしまいました。ナルトラです。嘘ですよ。何シティなんとかまさかの猫まで行ったと思って、ま、他局の番組みたいなね。ダメです。そんなね、さすがにやりません、はい。今日はすいません、もうちょっと遅刻しまして、もう本当に、うん、ね、行けなかったです。行きたかったのにね、あのマヨの、あー、芝居、いや、今度また来てください。もうまた次の機会にね、また行きたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ではあ、そうだ、一つね、うん、ナルトラのセリフコーナーが来てるんで、先に行った方がいいのかな。あ、ゾワゾワするやつ、いつものね、もういつもありがとうございます。もうゾワゾワするやつ、よし、いつもの鳥肌全開のやつね。そうですね、よし、はい。じゃあいつも、アレックスさんありがとうございます。はい、じゃあ今日もやらせてもらいます。君がいない世界なんてボールがない野球と一緒だよ。試合が始まらないから僕の恋も始まらないんだっていうのを毎週言ってます。うわすげー、うわわわわ、今なんかみんな鳥肌立ったんですけど、あ、まだ早い、続きあるかもと思ったら、本当に鳥肌立ったちょうどいいところでこれはリアルです、これはリアルです。大丈夫、想像したらやばかったですね。一緒だろ、俺もズワッと聞くたびに出しすぎじゃないけど、やばいよそれ。だからクーラーのせいにしようかどうしようか悩んだんですけど、いや大丈夫、うん、そのまんまでいいから、はい、そうですね、もう本当に鳥肌だったね。ナルトラなんてことするんだよ、一応テストなんだから。一応ね、もう一応あれよ、うん、一番若いよ、うん、ね、今マヨの腕でさ、わさびできるよジョリ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 ってね、おろせるよ、もう薬味おろしできるよやばいのね、もう残念ながらリスナーさんですからね、もうありがたいことにこれ自分では言わないっすよ絶対どっか使ってるだろうえ、いつもお
同じ方からこの言葉が届くんですか？そうなんですよ、アレックスさんから、うん、ね、すごいですね、作ってるんだ、考え、どこから拾ってきてるのか気になる。わかんない、でも、ね、いつかナルトラオリジナルで松山あたりでこれ言ってるかもしれない。ナチュラルにね、もうさあここで今ね、ラジオを聞いてる方には今ね、あの実況でお伝えしたいと思います。さあ今マーヨーの横に音が割れるチョコレートケーキ、やばい、しかもジミーのチョコレートケーキが届きました。これはマーヨーの誕生日一応5月7日だね。はい、あさって26になりますね。え、マイク入ってんの、はい、これ Day to youハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアマヨー、ハッピーバースデイトゥーユー。さあ今、ね、クラッカーのクラッカーと、それから今なんか SE が何かよくわからない SE が鳴りました。はいはい、さあろうそく火を消しましょう。はい、はい、はい、大きいろうそくが2本と、小さいろうそくが何本か立ってます。はい、なんでみんな仕組んでたの、はい、仕込んでた、うん、言ったさ、うん、俺コロナの得意って、うん、っていうかこれ実はこれ前を自分でやってってお願いしてたさ。そう、あれ覚えてない、スタジオ入る前に冷蔵庫も確認してたさ。言わない約束、言わない約束はい、ここまで台本通りです。ありがとうございます。違う、んマーヨ何金曜日、はい、何歳になるの。26です。死者誤入、うん、しないでしない、一番恐れてる。さあ死者誤入の境目に入りましたよ。知り合って3年経つけど初めて聞いたこんな声、しないでやっぱりここそういうところが字だな今日は出しませんってことはやっぱ字隠し持ってるってこと。違う、全然見てもない。あ、でもありがとうございます。すごいクラッカーの香りがすごいね、香ばしい、充満してる。まさかの、まさか ね、 あ、誰がこ買ってきてくれたんですか。エコさん、ありがとうございます。いえいえ、今あのろうそくつけるとき向こうでちゃんと T アンダーも入れてるからうわ誰のです。そこだけ食わないようにしないとな、うん、中だけ食べる、うん、今日は変なこと一回しかしてやめたロシアンルーレットだ、怖い、ちゃんとチョコの味するかな。その一回が怖いあんなあからさまにやらちらするやらちら、オフやらちらだ誰も見てないよ今、イケメンさんしか見てない、そうそうそう、もう全世界にこの番組は配信されておりますんで、はい、お前何年ここでやってる、はい、みんな来てるよバーモントさんとね、ヒ、うん、ーさんと、うん、はい、ドギーさん、ーコーラゼロさん、ソラジドバさん、十号目のトコさん、うん、ハチミツ一家さん、はい、銀のホタルさん、おめでとうって、ありがとうございます。すごいね、こんなにたくさんの人が、ね、まだまだいっぱい書いてある、ちょっと待って、ソラシドバさん、はい、若いって何歳だと思ってたんだろう、ね、ソラシドさんで、ソラシドバさんの、うん、あの長男と同じ誕生日って、そうなんですね。じゃあ同じだね。なるほど。ね、あの銀のホタルさんから、うん、また一つ年取ったな。本当だね。本当だね。まあ誕生日ってそういう時だからね。はい。ですね。後でなんか言い返してあげて。はい。言い返します。すごい。やば。しかもチョコだよ。それいる？チョコだ。ケーキチョコって重要です。チョコが好きだわ。はい。そうなんですよ。いつもチョコってうるさいから。おー、そうなの。一回クリームケーキ食ってったら、はぁって感じで言われたから。あ、よく覚えてます。いつの話？何年前か知らんよ。ありがとうございます。今聞きました。聞いたよ。それをぶっ込む勇気が俺はすごいと思います。なんで？え、チョコっと。え？あ、え？あ、あ、
あれみんな気づいてなかったの？気づかなかった。あんな低いクオリティのよくポッコンだなと思ってちょっと鳥肌立ちました。あれこっちでも鳥肌だったり。そうだよ、前なんかさっきナルトラの一言でもゾワゾワだよ。よかった俺いなくて手首から肩までうわやばい。この番組が2時間だったら俺もリアルでぶん殴ってるいや、それぐらいのもんですよ。1時間でよかった2時間きついな、確かにね、うん、はい、はい、あと30分の我慢です。嬉しい、なかなかいいですね、はい、おいおいまだ番組あるよ。本番中、本番中、本番中、まだまだ番組あるよ。子供か飛んでてる。じゃあメール行きましょうか。あ、行こうか。はい、じゃあ、いえいえこれ、これだね。おう、これで、これだね。ドギー青空さんです。ウェーイ、出た、ウェーイ、ありがとうございます。皆さんこんばんは。オリンピック、もしオリンピックの競技なら何の種目に出たい？もしだよ、私ならビリヤードかボーリングかしら。てかビリヤードとボーリングってオリンピック競技にあるかしら。ね、今度みんなでボーリングしようよ。楽しそうじゃない？飲みながら遊ぼうよ。自由な文面なんかこれさすがウェイジョーク。ドギー、もう飲んでるだろこのこのメールの状態、もう飲んでる状態でメールしたよね。絶対飲んでるなこれ。俺ドギーさんが投稿、うん、ラジオへの投稿とか、うん、ツイッターでのあのウェイが、うん、ウェイが一番似合うのドギーさんだなと思った。似合うですよね、本当に。あれ似合うよ本当に。ウェイウェイ青空。じゃあお追加するでバーモントさんがスカッシュに出たいっすって言ってますね。あ、スカッシュ結構ハードじゃない？ね、確かに。あの、まあオリンピック競技なんですか？ん？スカッシュってオリンピック競技？スカッシュも競技だったし、ボーリングもね。マジっすか？あの、いや、公開競技ではで、アメリカの方で一回やった。へー、アメリカの方の大会のオリンピックで。ただ正式種目にはなってない、ボーリングは。でもほら、もうゲームもさ、オリンピックに、うん、えなろうとしてるじゃん。あ、e スポーツ。ああ、ですね。そう、それで思い出したんですけど、ちょっと前の情熱大陸で、はいはいはい、日本人初のプロゲーマーっていう。ああ、うん、あ、いたね。あ、それはあの格闘技、うん、対戦型の格闘技で、はい、ギャラリー向いて、うん、実況向いて盛り上がってたんですけど、うん、飲みながら見てて、うん、これなんかバカじゃないかと人がゲームするのを見て何が楽しいんだと思ってたんですよ、うん、その1週間後ですよ、うん、クニフィーことスポーツオーカルで喋ってる神奈川博士、うん、がゲームイベントやってたね。やってました、やってました。あれでスターソルジャーっていうシューティングゲームの、あのね、懐かしい、あの時間決めて、うん、スコアを競うっていう、うん、燃えましたね、うん、参加もして、うん、やっぱ上手い人がいるんですよ。いるよ、うん、いるんですよ。この何分の間にこの点数超えろだ、うん、1超えるか超えるか、みんなでうわー、盛り上がるでしょ。あれは、うん、すごい。 e スポーツって、まあまあ、ありなのかなって思ってた、ね、たかがゲームと思ってたでしょ、うん、今まで。このゲームのキャラクターをさ、まるで自分が動いてるように操るっていうのがすごい、うん、あれがすごいな、うん、で格闘ゲームってほら、いろんなボタンを押すじゃん、うん、これを押して、ね、これを押して、これを押して順番があるわけじゃん、はい、あれを瞬時に相手の出方を見て刺さってやるんでしょ。そうそうそう、あれがなんかすごいなと思うね。あれすごいよね。コントローラーも尋常じゃないじゃんあの間合いとかすね、全然僕は真似できないです。あれ、スタメンになるはずよ。カタカタカタン、タンタン、1年もたんはずよ、あのコントローラー。あー、最近なのは韓国でしたっけ。韓国と結構もう上位の人が稼ぐっていう、うん、いや、アメリカとか、アメリカ、アメリカも、うんうん、奥だよ。何を置くんですか？いや、このゲームで規模が、額が、あ、まあ、間違えたね。賞金がね、億単位、億単位。前よ、ゲームやる？やらないです。やらなさそう。つむつむぐらいやってたのは。かわいい。反応困ったな。パズルとかああいうのは好きなんですけど、なんか頭脳系、あの数字組み合わせ、なんだっけ、あの9マスの中に1から9まで入れるって、 ああいうのが好きなんですけど、うん、対戦とかそういうのゲームはしたことないです。あ、うん、ナルトラもそういえば上手かったっすよ。ナルトラマジで？僕あのスターソルジャー、僕あの持ってたんですよ。あら、ただ20年ぐらい触ってなくて、まあでも大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱり上には上がいましたね。いるよ。もう普通に予選落ちでしたもん、本当に。ビジュアルではゲーム上手そうな感じするけど、できるゲームはね、できるゲームはできるんですけど、格闘は下手くそです、本当に。で、イケペは得意ゲームは？僕今ハマってるのがありまして、はい、4年の晩酌しながらやってるのが、はいはい、ファイアーエンブレムです。
あー、ロープレイシュミュレーションゲームなんですけど、 ロープレイでしょ。あー、任天堂のやつですね。はい、シミュレーション。あー、この味方をこう配置して、うん、敵がこうやってきたらこう来て、将棋みたいなもんですかね。はい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 、はい、もう30年ぐらい以上前のゲームだと思うんですけど。へぇ、大の男が42歳が一人で夜遅く、うん、パンツ一丁で、うん、晩酌しながら、うわ、はい、また味方が死んだ、リセットプチン。なんて子供。子供だな。リセット押すところが子供だよ。みんな死なしたくないんですよ。いやいやいや、でも結果的に全員死んでる。なんかもう絶対一緒にゲームする人いなくなるよ、そんなリセット。いや、だから僕今一人でやってるんですよ。ガテンが言った。やっぱり、うん、だから一人暮らしなんですよ。あ、そっかそっか。なるほどね。ああ、誰にも迷惑かけないようにね。そうだよね。そっか。そうだよ。ハイバルの一人上手。どうしますか。毎日ちゃんと幸せですよ。あ、めっちゃ良かったです。ね。リセットボタンを押す。押すたびに何かが消えて何かが怖い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 。そんないろんな経験はリセットボタン押せないんですけどね。うまい。深い。うまい。7年前に元都知に押されましたけどね。うまい。ゆきえやめれ宜野湾市民近い近いもう二度と押せないボタンをおいおいお前一回やってから言うよ少なくとも一回やったんだからまっさらでーすごめんなさいエコさんなんて3回だからなめんなよねみんな人生のリセットボタンに気をつけろ。何でしょうか。みんなで傷の差し合い。怖い。なんか怖いね。分かったです。なんかもう剣山でガッツガツにやっちゃってる感じ。すりおろしも。そう。怖い怖い。さあもう行っちゃっていいですかねメール。どうぞ。はい行きましょう。はい鶴ヶ島カーズに出す。で出す、今日のテーマオリンピック。私が競泳バリバリの現役時代。1988年のソウルオリンピック 100m 背泳ぎの決勝が一番印象に残ります。アメリカのデビッド・バーコフ選手にタッチ差で金メダルを獲得した鈴木大地選手はすごかった。あ、バサロの、そうそう、これバサロ泳法で何十メートルも潜ってバーコフ選手がリード、折り返してラスト15メートル付近から大地選手が追い上げ逆転、実況者も私も行け行け行った行ったと大声を張り上げていましたね。今の日本水泳界はスター選手がたくさんいるので東京オリンピックが楽しみです。補足ですが、瀬戸大地選手は高校の後輩です。すいません、瀬戸ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ、どこ、あ、本当ダイヤだね、うん、俺なんかもうおーって言った。あまあいいよ、台まで合ってるからもうあったのと一緒だよ、まあ、だね、うん、オッケー、イエス。で、このおかげで、うん、バサロが厳しくなったね、禁止がすぐよ、ヨーロッパの人なんかすぐ日本がなんかいい成績取ったね。そう、あれで日本すぐ叩かれるね。あ、スキージャンプもね、うん、そう、日本の選手がいいしたらどのこうのしてね、すぐ規制入って日本ですね、何でもかんでも、何でもそうなんだよ。なんか柔道でもね、うん、何でもそう、柔道でも規制厳しくしたからそう、結局日本勝てなくなってった、うん、だんだんと。ヨーロッパや、そう、日本が勝てないように勝てないようにするわけだけど、それでも勝っていって、うん、実力つけてきたらまたルール変えると。そうそうそう、ソフトボールもそうだったもんな。ヨーロッパや、チャイカ、あれはアメリカだな、うん、ソフトボールの時はね。はいはい、来ちゃってますよ、はい、進撃のメイちゃん、フリムーンの皆さんとチェリコさん、生放送お疲れ様でございます。マヨもお疲れ様です。チェリコ、チェリコ、え、ちょっとメイちゃん間違えてるよ、マヨはチェリコじゃないよ。一通り何かしてるよ。26だよ。まあまあまあ、まあまあまあね、ローションとロープ知らんだけど。だから知ってっから。分かった。はい、行こう、リセット。はい、いいね。はい、オリンピックね、オリンピックまであと2年、新旭橋バスターミナル完成まであと25日。まあそこは置いといて。違うんだね。オリンピックで大注目はやはり水泳じゃないですかね。水泳競技での泳ぎ方や対決は、水泳は学校以外ではなかなか経験がない。本当にクロールやバタフライの綺麗な泳ぎ方には勝ってほしいと思いますね。では出た、今日のナルチェリコさんに無茶な振りをやってみようのコーナー。このフレーズをよろしくお願いします。
滑らないようにって、ドヤ顔を決めながらなんつかこれめちゃん、ツイキャス見ながらだね。これ今日なんかね、ツイキャス僕一人映ってない状態だと思うんですけど、はい、途中から来たんでね。じゃあちょっとこの場面だけごめんなさい、うん、あ、ツイキャス、あれだね、しばらくマーヨーの顔が消えてしまって申し訳ないです。あれだね、はい、はい、近づいていいよ、近づいていきましょうか。じゃあもう音、じゃあもうさっさと言えや、言いますか、引っ張るほどでもない、はい、じゃあ言いますね、うん、君の瞳に乾杯。はい、鳥肌立った人手挙げてはい、ひらめきました、残り時間わずかですけど、ツイキャスでマヨにも言わしたいセリフ募集中でーす。できたらエロいのがいいかなー、リスナーさんのセンス、ソラシドバさんからリセットリセットされた、ドギーさんやばい、寝込みそう、寝込みそう、はい、今日の番組はもうリセットしてください、もう本当に俺ナルトラの人生リセットしてる、やばい言われてるいいね、もうちょっと、うん、ちゃんとしたやつ送ってきてくれないかな。おっとリスナーに苦情ですよ、はい、沖縄ニワンジュールさんなんて、うん、おえっていや、ありがとうございます、ありがとうございます、もうあの旧ごしかわしお褒めの言葉ですこれはね、はい、なんだ今のってごめんなさい、放送事故です最近宇宙多いんですよ、申し訳ない、やばいね、いろんな反応が来ますね、ほんとね、ありがとうございます。じゃあ行っちゃっていいですかね、メール、どうぞ。はい、ラジオネームビンゴー、はい、皆さんこんばんは、はい、沖縄っぽいオリンピックを思いついたんですが、来ました、あと数曲ほど新しいコミュニティ局が開局したら、各局がラジオを舞台に競技を行うラジオオリンピックを開催してみてはいかがでしょう。リスナーの皆さんも巻き込める競技やイベントなら関心度も高くなると思いますよ。実現したらどんな競技を開催してほしいと思いますか。また参加したい競技はありますか。なるほど、各局、特に沖縄はコミュニティ FM が全国でも一番多いところですからね、うん、そうですね、はい、そうね、僕はあれですね、放送中に、うん、投稿して、うん、何個採用されるか大会。楽しそう。なるほど。1回ミュージックシャワーでの公開放送行った時に、はい、俺、僕毎回片耳イヤホンスタイルじゃないですか、うんうん、CM 中に、うん、マリーがイケペン、何聞いてんのそんな喋り方だ、あ、T サージって言ったら、うん、ドンって受けて、うん、で、リンニーに今日のアンケートこれこれですよって言ったら、リンに投稿してボツだったっていう。おお、この人自由だなと思っておっとん、先ほど僕が投げかけたの、まあ、コール&レスポンスが早くてありがたい、そら指導ばさんのじゃまず行ってみましょうか、一発目、マヨさん、はい、あのナルトラのあの滑る声のコーナーがあったでしょ、あんな感じで、これ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 、ここだよ、ここだよおい女優、舞台女優はいはい、ちゃんとキャラ作ってよ、カメラは違う、どういう感じで言えばいいの、だからそういう、こういうことさ、さ、行きましょう、はい、舞台女優はい、うそ、うん、はい、はい、今日は寝かせないからってよった、待って、余韻大事ですか今だったらダメでした今、超出てきそう、心臓こっちからこっちからこっちから出てきそう、じゃあダサそうね、もう一回言って、テイク2 早く、時間もったいないよ、そう、ちゃんと顔作ってよ、はい、しかも見えてるんだいいの、今日は寝かせないから、おいあはいはいはい、前よ前よ、はい、次忙しいよ、これもだよ、これもだよ、ドギーさん、これもだよ、バーモントさんの、何、あー、これはなんかマーヨのキャラっぽいね、うん、あ、どんどん来て、何、はい、これ、あ、おつらさん、うん、これ、これ、これ、バーモンさんの、言うなやこれはもうマーヨっぽくじゃん、マーヨらしくていいね、じゃあもう一個ね、はい、行きます、よろしくです、ポンさあ、さあ、次行こう、次行こう、マーヨ、はい、これ、これ、ドギーさんからの、うん、はい、作ってよ、ちゃんと顔の、女優、帰りたくないのええー、テレガーだってちょっとね、女優だろプリプリの PTA の役やってたっす、やったよね、
よね。バーモントさん欲しがるね。前バーモントさんまた来てる、これほらこれこれ。あ、一番マヨがいい日常で言ってそう、うん、これですか。もう開き直っただろ。開き直った、うん、ちゃんと顔作ってよ、うん、はい、いきます。最後さ、もっとガッて強く来て。ダメだ。最後さ、でもダメだった、うん、ちょっと。いや、逆にリアルだよ。そういう感じなんだって、うん。あ、なるほどね。もう嫌だ。え、汗がすごい。男性リスナーの皆様、今日のは録音必死ですよ。はい、汗がすごい。アゴベルトさん、言わすの無料です。あ、無料ですね。無料です、ね、今日だけ無料ですね。明日からちょっと5万円に。はい、はい、じゃあちょっと切り替えまして、はい、メールいきますか、はい、メールたくさん来てます。お願いします。はい、あ、じゃあいきます、うん、うん、ですね、これはラジオネームがないので、あ、ラジオネームキャンディーさんですね。キャンディーさん、キャンディーさん、あら、はい、お初ですか。うん、オリンピック、オリンピックの選手は本当にすごいなって感じます。いろいろな国に行って日本の代表になってすごすぎます、うん、言葉とか文化とか超えて戦う。皆様は英語話せますか。私はボディーランゲージしかできないですということで、はい、ありがとうございます。選手村にはすごい数のコンドームが配られるって必ず報道されますよね、うん、ありますね。あれ、いるかなと思って、うん、使ってんじゃない、いやでしょうね。としか言いようがないですけどね。使うからじゃない、ね、やっぱ羽が伸びるんですかね、選手たちも外国に行って、うん、これからも4年間その大会のためだけのトレーニングのなんやかんやして、うん、いろんな国のそう同じ努力を重ねてきた人たちがいる、うん、はい、うん、よし。あとちょっとだけ、はいよ、あのキャンディーさんからさっき追加で来てて、うん、リクエスト受け付けてますかということなんですが、すいません、リクエストは受け付けてないです。もうければもしもアカペラで僕が歌いますけども。じゃあ、うん、コニカ、あ、コカニーさんの悟りよろしく。悟り。なんか趣味ですね。悟り、悟り、はい、特別ですよ、うん、はい、ということでメールはまだあるかな、見れないよ、はい、こちらは見れないでございます。あ、見れない、うん、最後になんかありますよね、一つ、あのね、僕宛て。はい、じゃあちょっと待ってくださいね、うん、今ごめんなさい、あー、これまたまたこれあれですね、あのパターンですね。はい、はい、じゃあいきますよ、いきますよ、はい。ハイサイフリームーンの進化デジアスさ、見た沖縄の怖い話、あの人と付き合い始めてか最近ハゲ投資が怖い話やさ、ウェイシムグシが、わた、いちくぬかつや、やっちよ。カヌーシオリンピック、いじつしが、ワンニン、マヨー、マジュンシー、夜のハイパーオリンピック、いじぶさしが、デジやさ、エコザイルやっち、ヒッチ、ウングツ、カンギア、ナイカイ、バンピーカン、チャイの、バンキリア、アンシェ、またライス、やーさーいって。ナルトラは何、とっても、デコボコしてる道を走ってるガン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 すごいオフロードだったな。バギー乗ってんのかなと思って。やばいよ。なんかまた途中でね、あのどっかから聞こえてきたような外国のラジオになってたりしましたもんね。すごい、反省だな。もう反省ばっかしだけど、もう本当に。ありがとうございます。じゃあぼちぼち来週の、テーマいきますか。先にテーマ言っときますか。いきますか。 OK、 じゃあ来週のテーマは感動。はい、これはですね、去った日曜日に僕とエコさん、うん、なんだガネコなんとかっていう人がそうですね、飛べ琉球超人見たんですけど、はい、僕2回目だったんですけど、うん、2年前と合わせて、うん、オチはもう分かってるんですよ、うん、でもやっぱ最後にグッと感動してしまって、うん、でそんな話をしつつ、うん、演者さんがこう外で出迎えてくれた時に、他の人と誘惑してマヨに、マヨ来たよ、よかったよって言ったら、
なぜか僕とエコさんの顔見て爆笑するっていう。違う俺たちの感度を返せない。またこれちょっとね。違う違う。なんか恥ずかしくないで言ったんですよ。だからあのツインテールをまじまじと至近距離で。あ、その前に自分でツイッターにパシャパシャ載せてたからさ。あそこは高まってたんじゃん。ああ、あの月はね、最後はやっぱちょっと受けてしまいました、うん、ごめんなさい、うん、だからたまにはね、うん、いつも振りも変な話ばっかしないけど、来週は感動で、感動で、早川美希はね、和でございます。和とうとう和になりました。和ですね。和です。はい、ラストですよ。ラストですね、はい、和です。で、どうした名前を来た方がいいです、来週。なんだかんだで楽しんでるんじゃん。じゃあ来週ほら、長寿の下着。おいでよ。おいでよ。本当に鳥肌立ってるよ。おいでよ。なんだこの女優は。今度ツイキャスで見とくね、して。はい。はい。俺、垂れ目が売りだったんですけど、どうなってます今。なんかもう何とも言えない。あ、でも本当、ドギーさんとかも来てくれて、超人ありがとうございました、ね、じゃあ来週聞きます、ね、ツイキャスで、はい、はい、ありがとうございました、本当に皆さん来てくれて。15番目のどこ様、ありがとうございました、うん、はい、それではありがとうございました。イケペでした。シロコでした。はい、ナルトラでした。ガネコマヨでした。はい、エコザイルでした。ありがとうございます。バイバーイ。いや、もしも何だったん、あ、来週ゲスト決まってるんですよ。決まってなかったら来たらいいさ。来ちゃおっかな。26歳になって今度来ちゃおっかな。はい、ありがとうございました。